クツコムシ目、クツコムシ目ク、クチカゴムシ目、め、りきヌラいは、ハサミカクアモン、クモ型砂に属する節足動物の分類群である。クツコムシ、クツコムシ類と総称され、フシハラ類ともいう。小さなクモ類に似た姿で、硬い体を持つ。最大の特徴は、前端部に頭蓋と呼ばれる、自動車のボンネットに似た、可動式の蓋を持つことである。この蓋は、 口とハサミ角を上から覆うことができる。分布域は非常に限られており、アフリカ中西部と熱帯アメリカからのみから知られ、2005年までに確認された原生種は全部で1か3族57種と種類数も大変少ない小さな一群である。和名は頭蓋を口かご、クッコ、牛馬などが噛みつかないように口に被せるかごに見立てたもの。学名。 リキヌライは、ラテン語で、まだニ類を表す、リーキナスに、縮小字をつけたもので、小さなマニのイという。生体の大きさは5ミリメートルから10ミリメートルほどの小さな動物である。体は硬く、表面は微細な下流に覆われる。前方のやや小さい前体、プラスマとそれにつながる大きい矢と体、アピスシスマの二つの部からなり、背面から見ると、 雪だるま型の胴体に足をつけたような姿で、全体の形は、雲類に似ている。しかし、背腹に平たく、体の中央が、雲類ほどには、くびれずに、前、体と後体は、それぞれの凹凸により、相互にはめ込まれ、しっかりと密着している、ラキングリッジとなる。前体は、同胸部ともいい、その背面は一枚の背甲に覆われている。前体の前端部には、 頭蓋と、うがい、球カラス、または、フードと呼ばれる可動の板状構造があり、これが蓋のように動いて、髪型から口とハサミ角を覆い隠すことができる。化石種は一体の側眼を持っていたが、原生種はいずれも目はなく、感覚器としては感覚網が認められるのみであるが、全く光を感知できないのか、嗅覚などはどうなのかなどの詳細は不明で、未だ研究途上にある。 前体の覆面には、ハサミ角一体、フレシ一体、足四体の、計六体の付属子があり、ハサミ角は、ハサミ状、フレシは下に畳んで左右に張った鎌のようになって、先端に小さなハサミがある。足は太くがっしりしていて、第一脚は七節、第二から三脚は十一節、第四脚は十二節からなる。第二脚は、最も長く、間隔に用いられる。 足の先端節には2本の爪がある。オスの第三脚は、交接器官として複雑な形に変形しており、分類の際の重要な形質となる。呼吸器官として器官のみを備えている。雲型類の多くでは後体に呼吸器官の開口部があるが、靴つこ虫では前体の第三脚と第四脚の間に開口していて、そのすぐ内側で無数の細い器官に分かれている。 排出は、マルピーニカンと、第三脚基部後方にある、足元線、コックスルグランドによる。神経系は、各神経節に分かれることなく、全体に融合した、中枢神経系になっている。あと体はすなわち腹部で、付属品はない。球節に見えるが、見かけ上の中央の三つの大きな節は、それぞれが二つの体節から融合していたものと、考えられる。 これらの融合した3セットの節は大きく、背面には横長の背板があり、それぞれの背板は中央の大きい板と左右の小さい板とに三分されているため、背面全体では大小9枚の背板からなるように見え、覆面もほぼ背面同様の構造だが、背面ほど明瞭には小分割されず、比較的単純な横長の腹板が節ごとに前後に並んでいる。 覆面の第一節と第二節との石棺膜には横長の生殖口があるが、これは雲型類の生殖口が通常第二節上もしくは第二節の後園にあるのとは異なっている。このことから、靴こむしめの生殖口のすぐ前にある見かけ上の第一節は実は本来の第二節であり、真意の第一節は対化消失したものであろうと考えられている。 後方の第三節は小さいイボ状のビブ、パイジェディアムとなり、伸縮は可能で、後端に肛門がある。ほとんどの種は、熱帯雨林内の落ち葉の下などに生息するが、洞窟に住むものもいくつか知られている。いずれも、適度の湿度が保たれていることが重要らしい。動作は遅く、第二脚を触覚のようにして探りながら歩く。捕食性で、主に他の、 小さな節足動物などを食べているとされる。配偶行動については詳しくは知られていないが、オスが、交設用の第三脚を使って、製法をメスに渡すのが観察されている。メスは卵を頭蓋の元に保護して持ち運ぶ。生まれたばかりの妖精は、ダニ類のそれと同様に三体の不足を持ち、後に脱皮して、親と同じ四体の不足となる。生息域が限られるため、 かつては非常に稀な動物と考えられていたが、その後の調査研究の結果、その生息地では極めて普通に見られる場合が多いことが分かった。しかし分布域の一部、特にアフリカの生息域は森林の伐採などによって、その生息が脅かされている可能性も指摘されている。個性外石短期、主にペンシルベニア期から化石が出ており、 当時の個体数は多かったらしく、化石として発見されている個体数と現生で確認された個体数とに大差がない、言われていた時期もある。多くのクモ型類と同様、くつこむし目のクモ型綱における系統的位置は明確でない。伝統的には同様に3体の足を持つ妖精の形態に基づいて、ダニ類の近縁群と位置づけられている。かつてはモ型綱の中でも、 原始的な存在と見られた時期もあったが、頭蓋その他の派生的な形質が多いことから、むしろ新しい群であると考えられるようになった。不安定であるものの、一部の分子系統学的見解では、日よけ虫目との類縁関係を示唆する結果が出ている。また、三つの外骨格に分かれた後体の背板、先端にハサミを持った、触れし、凹凸にはめ込まった前体と後体のつなぎ目などの、 形質は、絶滅群の割れた虫目と共通しており、類縁関係にあることが示唆される。セルデンが、中米産の一部を、スドセラスという親族として、噴んたことで三族とされるようになった。一方、化石種は、昔ツコムシアモクに属するにかからなり、長らく二族とされてきたが、セルデンが、新たに二族を創設して四族となっている。 しかし研究者自体が少なく分布域が限られることや小型であることなどもあって生態学的にも分類学的にも研究は十分ではなく今後の研究の進展によって種数や分類の内容他の蜘蛛型類との系統関係生態学的知見などが大幅に追加修正される可能性もある以下は2005年時点までに知られている分類の概要である スパーファマリーイコール上下、ファミリーイコール下、ジーナスイコール属。オーダー力ぬらいくつこむしめ、原生種、3属57種、化石種、4属16種。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。